どうもです。本日もご視聴いただきありがとうございます。以前ですね、家を建てましたという動画を作ったんですが、その我が家を建てていただいたハウスメーカーさんが主催するオーナーパーティーが開催されるということで参加してきました。そのオーナーパーティーが大阪市内で開催ということやったんですが、たまたま近くのキャンプ場を撮ることができたので久しぶりにキャンプをすることになりました。ということで今回の動画は久しぶりのキャンプの様子と、これから暑くなる季節にぴったりなキャンプギア手に入れましたので、そちらのご紹介、この2本でお送りしたいと思います。それでは早速ですが本編の方どうぞ。オーナーパーティーの会場からすぐ近くのキャンプ場、舞島バーベキューパークにやってきました。普段はデイキャンプメインのキャンプ場ですが、月に一度焚き火でキャンプザナイトの日がたまたまこの日でした。今回は屋根付きのサイトで一泊予約しました。サイトには電源もあります。管理棟近くにあるお手洗いはとても綺麗でした。もちろん洋式でウォシュレット付きです。炊事棟はお湯も出て洗剤やスポンジなども完備されていました。チェックインは朝10時から可能なので午前中はとても空いていました。舞島バーベキューパークの利用料金などはこちらになります。テント反応めちゃくちゃ久しぶりやから、朝方無理やり積んできたから散らかってるけど、食料はさっき途中のトライアルで購入してきたのと、扇風機セットは必須で持ってきました。テーブルとりあえず出したから、ご飯の準備だけ先に組み立て方わかる、わからへん、テーブルわかる、これを2つ、はい、それではのんびりとお昼ご飯でも食べましょう。久しぶりにメスティンでご飯炊いてるけど、いけてるもん。え？椅子おかしい。ダメかち。卵入れるの遅かった。遅かった。ああ、確かに美味しそう。美味しそうやろ。角度によって美味しそう。いい感じで。伸びてるね。うち審査だ。大きいね。すごい風。でも涼しい。うん、辛っ。辛すめんって言った。うん。まだ一級っていう名前なのかな。パラパラパラ。ありがとうございました。
うん、美味しそうです。昨日の夜食べる予定なら味気ない。ではふんこふんこふん、早かったです。いただきます。いただきます。うん、安定の美味しさ。これからの暑い季節、ハンディ扇風機など手放せなくなります。しかしハンディ扇風機じゃ物足りない。こちらの商品がおすすめです。まずは三脚、そしてこちらの本体、キーナイスキャンプ扇風機のご紹介です。本体にこの三脚を取り付けることで、あっという間に卓上扇風機の出来上がり。三脚は伸びるので地面に置いてもある程度の高さを確保することができます。上下には動きますが、残念ながら首振りはありません。操作は簡単で、スタートボタンを押すと動きます。風力は3段階プラス揺らぎモード、風力マックスでもこれぐらいの音です。手前のボタンは切りタイマー 1,2,3 4時間から選択可能。長押しすることでライトになり、常夜灯などに便利です。ハンディ扇風機と比べると、同じような風量でも静かです。ベルトがついているので、テントの中のランタンフックなどに引っ掛けることでサーキュレーターとして使用することもできます。そんなとても便利なキーナイスの扇風機、とてもお求めやすい価格となっております。以上、キーナイスキャンプ扇風機のご紹介でした。気になる方は概要欄をチェックしてみてください。